おはようございます。2013年6月21日金曜日6時5分になりましたと言いながら7分ですね、おはようございます。ちょっとスタートが遅れましたけれども、このシーネットジャパンのねサイト行くとどうもフラッシュで動く広告が多いからかやたら重くなってユーストリームが遅くなっちゃうんですね。でちょっと頭がこうかけた状態に表示しますけども、さて台風がねまた近づいてて九州の方とかすごい雨になりそうで、今度は太平洋側ですね、四国の方とかもめちゃくちゃ雨が降りそうなんですけど大丈夫でしょうか。またねこの前から急にいっぱい雨が降り出したんで、ちょっとね大変ですけど、さて、今日はですね、シーネットジャパンからニュースをピックアップしていきます。こちら、マイクロソフト、バグ発見、報奨金プログラム導入へということで、これね、なかなかね、面白いことを考え出したなと思います。マイクロソフトのですね、バグを発見すると、報奨金を出しますよというやり方なんですけども、なんていうんですかね、多分もうどんどんその機能が複雑化してきて社内で全部テストするとかっていうのはとてもねできない状態になってきてるんだと思うんですね。でそれとその特にウェブ関係になるとその開発者が想定してなかったようなその、ウェブの作り方ですよね、サービスの使い方とかそういうのをなかなかねそういうのをテストプログラムを作るだけでも大変なんですよね。でだからそれであれば基本的なことはもう全部テストした上で当然ながら社内ではやるんですけども、それプラスそういう一般のところに出た場合に思ってもいなかったようなテストでか、ウェブの運用とかをやってるところとかがあるので、そういうなのでこうバグがあった時にこう報告してもらって、で、それに報奨金を出す。これの方がですね明らかに、自社内で全部やろうっていうよりもコスト的にも速度的にもバグ発見する速度ですね、短縮できるし、ということで多分ねこの考え方っていうのはマイクロソフトだけにこれがうまくいけば他のいろんなアプリケーションにもどんどん応用されていくんじゃないかなと。いろんなメジャーなアプリケーションですね、そういったところにこういうそのバグが見つければ報奨金を出しますよみたいな仕組みがね作られていくんじゃないかなと思います。もともとなんていうんですかね、ゲームソフトなんかでもいわゆるゲーム大好きのゲーマーの人たちを集めて、で発売前の最終段階のゲームをガンガンこうやってもらって、なんかバグを発見するとか、全体的になんかストーリーのおかしなとことか動作がその全体 の, その仕組みとなんかつじつまの合わないことが起きないかとかね、そういうことをですねこうやってるわけですね。それと同じようなことをいわゆるまあこれも一種のクラウドの利用の仕方ですよね。そのクラウドって別に企業だけがこうサービスを提供するわけじゃなくて、ソーシャルクラウドって言われるね、そのソーシャルを使って、多くのユーザーさんを逆に活用して、バグを発見すると。多分こういう仕組みってね今後増えてくるんじゃないかなって気がするんですよね。でそうやってこう行くほどですね、お互いに単にその企業と消費者っていう関係からお互いにいいものを作っていこうっていう動きにこうなればですね、よりそのオープンソースの開発とかそういったものに近いスタイルで、一般の商品でも開発が進むという面白い方向に進むんじゃないかなという気がします。まあ、そのうちねバグを発見するその
なんていうんですかね、賞金稼ぎみたいなのがバグ賞金稼ぎみたいなのが出てきたりとかする可能性があるんですけど、どっちかというとですね、私はそういうバグ発見するとかそっちの方が割とお得意なのでお得意という方でもないですけども、割とね、そこかみたいなところのポイントをこうついてバグをこう見つけるとかっていうのをやってたりするんですけど、することが多いんですけどね、これはね面白い制度じゃないかなと思います。今後これがねうまくこう機能していろんな企業がこういうのを活用していくとより良くなるんじゃないかなという気がしますけど、どうしようか。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日はね台風が近づいてくるのでちょっとねあちこち大変心配ですけれど、ぜひその辺も気をつけて、この週末ね天気荒れそうですが、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。